おかりん、見つけた。ここはね、7000万年前の地球だよ。オカリンは陰謀に巻き込まれてタイムマシンでここに送られちゃったんだ。マユシーはね、オカリンを追いかけてたくさんたくさんたくさんの世界線のすべてのオカリンを探し続けてきたのです。ここにいるオカリンもたくさんいるオカリンのうちの一人って言えるし、オリジナルでもあるって言えるの。ここにいるマユシーもたくさんいるマユシーのうちの一人って言えるし、オリジナルでもあるって言えるの。でね、オカリンもマユシーもここで死んじゃうと思う。でもきっと7000万年後の秋葉原にいるオカリンとマユシーまで意志は連続していくんだって思うな。だから大丈夫だよ。これは夢だ。夢。高音キョーマだ。にゃおー、フェリスだにゃ。お前か、アキハルミホ。にゃ、誰のことかにゃ。フェイリスはフェイリスにゃ、それ以外の名前は持たないにゃ。はいはい、そうですね、マナはフェイリスだよな。これは失礼。それで、キョーマは派手に動きすぎたにゃ。すでに包囲網が敷かれたにゃ。は？四天王が動き始めたにゃ。もう逃げられないにゃ。そうか。だが四天王ごときで俺を止められると思うな。秋葉は血の海になるぞ。四天王の後には裏四天王もいるにゃ。その後には白血臭がいるし、さらにブラックエンジェル12も控えてるにゃ。そんなにいるのか。インフレしすぎだろ。それだけ奴らは本気だってことにゃ。キョーマ、残念だけどチェックメイトにゃ。いや、まだだ。
あれさえ手に入れれば形勢を逆転できる。 IBN5100 の情報は未だ手に入らないのか。いやごめんよ、世界中の情報をかき集めてるけどまだ見つかってないんよ。急いでくれ、俺にはもう時間がない。わかったにゃ、見つかった時はフェイリスから連絡するにゃ。今日もそれまで死なないでにゃ。ああ死ぬものかエル、プサイ、コング、ルーティ。さすが幻って言われる PC だよな。アットちゃん情報だけどさ、何年か前にコレクターがうん千万円出してまで手に入れたって話もあるらしいよ。 IBN5100 やばい、マジやばい。そこまでプレミアがつくとは。僕的にはすごく不思議なんだよね。実際なんでそんな値段がつくのかマジで謎。もともと高かったっていうのもあるかもしれないけど、当時の値段で2万ドルぐらいしたらしいから。それにしても手に入らなさすぎな気はする。確かにいいマシンだけど、それはあくまで当時としてはだし、そんな血眼になってまで手に入れる価値があるとは思えねえ。誰かが買い占めてたりして。うお、なんじゃこりゃ。どうした？いや、ちょ、こんなのありえないんですけど。どういうことか説明しろ。今セルンのルート券ゲットしようといろいろ調べてて、なんかやけにセルンのデータベースの情報が落ちてくんのが早いなと思ってたんだけど、これすげえよ。なぜかこのビル周辺からセルンまで直通の光回線が通ってる。しかも一本じゃなくてたくさん束になってるお。直通とは、普通とは何が違う？文字通り直通。こっからフランスにあるセルンまでマジで光ケーブルが直接繋がってる。普通の場合は違うのか？全然違うっつーの。ほら見てみ、これはこの PC からフランスの国民議会のサイトを見るときの経路なわけ。この PC の IP アドレスが0番のとこな。で、その後日本国内のいろんな箇所を経由してからフランスに飛んで、そっからさらに国民議会のサイトが置いてあるところまでフランス国内のコンピュータを経由してる。
国民議会のサイトを見るためには16の経路が必要なわけ。平均転送速度は 300ms ぐらい。海外ならこんぐらいが普通。わかりやすく言うと、日本からフランスのサイトを見に行くための道は限られてるわけ。誰でも同じ道を通る。これはフランスだけじゃなくて他の国でも同じだし、日本国内でだって10経路ぐらいは通るんだよ。じゃあ次にセルンを見てみるお。経路はたったの1。しかも転送速度は普通の数百倍だ。むちゃくちゃ速い。こんな数字国内でも出ないよ。なぜ直通なんだ。こんなことありえるのか。クラックする前からこの状態だったのだぜ。僕は何もいじってねえもん。このビルには以前からセルンとのホットラインがあるわけか。偶然とは思えないな。これはシュタインズゲートの選択である可能。普通だったら絶対にありえない。日本のデータ通信網とは完全に独立したケーブルが1本だけここからセルンまでつながってるなんて。そんなもんを日本やフランスの通信会社が設置するとは思えないし、となると設置したのはセルン自身か。でもさ、この直通回線があるおかげで LHC をこの PC からでも使えるようになったお。本当にやったのか。わあ、すごいよダルくん。これだけの転送速度だからさ、遠隔操作もタイムラグほぼゼロだお。まだ実際に試してないけど。LHC ってあの20キロ以上ある大きなトンネルでしょ。結局何をするトンネルなんだっけ。要所を加速して衝突させる。あ、そうそう、ミニブラックホールを作れるんだよね。公式発表じゃミニブラックホールは陽子衝突の過程で副産物的に生まれる可能性があるだけって言ってたけど、実は違ったんだ。罠。極秘の内部資料によれば、初めからブラックホールを作るために建設された装置だった。岡部、どうした？やっと解が出た。電話レンジの仕組みのことよ。解明したのか？あくまで私が分かる範囲で導き出した仮説だけど、今話してた LHC とも大きく関係する話。 LHC は世界一大きな電子レンジである。そういう例えを挙げたのはお前だ。そう、その通りだった。予想は間違ってなかった。電話レンジはとんでもない化け物よ。こんな雑居ビルの一室に置いといていいものじゃない。もちろんネガティブな意味で。具体的に説明してもらおう。電子レンジっ
って。もともとはリーダーの研究の結果、偶然生まれたことは知ってる。発生する電磁波の周波数は 2.45GHz のマイクロ波。電話レンジに使われているのは業務用の強力なやつだから、出力は1500から2000ワットくらいある。で、ここからが重要。確かにダルの設計図によれば、電子レンジと携帯、2つの機器に共通する電磁波を飛ばすためのリード線はマグネトロンの陰極と陽極にそれぞれ結線してある。どっちも電波を使うことに関しては一致している。それがどんな範囲でどんな強さで影響を及ぼすのかはちゃんと調べたわけじゃないし、私は専門家でもないから想像がつかないけど、仮に携帯電話を踏み台にして周囲何百キロっていう広範囲に影響を及ぼすような軍事用電磁波が撒き散らされたとするなら、秋葉原どころか東京が丸ごと電子レンジの中と同じ状態になる。中にいる人が死に至るまでの時間は体重差にもよるけど、平均しておよそ3分。マジ？じゃあ電話レンジって大量破壊兵器ってことじゃね？あの電話レンジの中で起きてることを教えてあげるわ。レンジ内の目に見えない水素に対し電磁波のエネルギー順位が上昇する。これは通常の電子レンジの機能。そこに携帯電話の拡散型電磁波が加わることによって、レンジ内のあらゆる素粒子が衝突を繰り返すごとに質量を増していって高速に近い円運動を始める。それはいわば加速器のようなもの。加速器？じゃあ LHC がミニブラックホールを生成するために作られたのなら、やはりこの電話レンジカッコカリもミニブラックホールを生み出している。こんなに安定して動作しているのが奇跡よ。ただまだわからない点があって、ミニブラックホールが生成されたとしてもそれは一瞬で蒸発してしまうはずなの。でもこの電話レンジはどうやらそうじゃない。バナナや唐揚げがゼリーマンになっていることからそれは明らか。LHC と同じようにミニブラックホールはカーブラックホールに変化している。タイターの理論によれば、ミニブラックホールにカーブラックホール効果を生み出すためには電子注入が必要だった。その注入される電子がどこから来ているのか、それがわからないの。LHC はリフターによってブラックホールに電子を注入して重力場をコントロールしていた。リフターに代替するものがこの電話レンジのどこかにある。どこかって？だからわからないのよ。LHC とは何か復習してみる必要がありそうだな。LHC はラージハドロンコライダーの略だね。和訳すると大型ハドロン衝突型加速器ってところかな。ハドロン？
素粒子の名前で、こいつはフランスとスイスにまたがる形で作られた円形の巨大地下トンネルで、全長は約27キロ、地下100メートルの深さにある。トンネルの中には2本のリングが通ってて、リングの中は超低温の真空状態なんだお。つまり宇宙環境を再現してるわけ。マジ燃える。陽子の加速は隣接する施設から線形加速器、陽子シンクロトロンブースター SPS で段階的に加速されて、最後に LHC に注入され、敷き詰められた超電導磁石による最後の加速を行うんだ。最終的には高速の 99.999991% にまで達するを。 LHC やばい、電話レンジほどじゃないけどな。でもって加速させた陽子を1秒間に10億から100億回ぐらい衝突、そこで起きる高エネルギー反応について観測するのが LHC 計画の目的って一応公表されてる。お嘘だったけど。そこでラボメン諸君に聞きたい。我が電話レンジカッコ仮によってセルンを出し抜き、問題は2点ある。局所場指定とリフター。局所場指定については前も言った通りだ。 D メールはきちんと指定先に届いている。検証もなしに結論を出すのは危険よ。リフターの代わりを担っているものについてはすでにあることは分かっている。見つけられるとは思えない。この小さな電子レンジの中を私たちはもう何日もかけて調べまくっている。もし仮に見つけ出したとしても、注入する電子量の調整にはさらに膨大な時間がいる。膨大ってどんぐらい？セルンは9年をかけても解決できていない。ならば発想を逆転させてみよう。セルンは人間を物理的にタイムトラベルさせようとしたが、注入電子量の調整がうまくいかず、それはこの電話レンジカッコ仮も同じことだ。ゼリーマンにならず、無事に送れるデータ量は36バイトプラスアルファだけ。そこで逆に考えるんだ。一人の人間を丸ごとデータ化し、それを36バイトプラスアルファまで圧縮してしまえばいいと考えるんだ。そうすれば D メールと同じようにリング特異点を通過できるではないか。人間を丸ごとデータ化ってそんなことできるわけないじゃん。もしできたとしてもそのデータ容量、天文学的な数字になるんじゃね。それをどうやってたったの36バイトまで圧縮するん。バカなの。いいアイデアだと思ったんだが。そうか、それならもしかしたらできるかもしれない。本気で言っているのか。少なくともデータ容量の超圧縮については簡単よ。 LHC で作ったブラックホールを利用すればいい。ブラックホールは飲み込んだあらゆるものを超圧縮してしまうんだから。圧縮するものが単なるデータなら、人間みたいに潰されることで命が失われることもない。人間のデータ化についてはどうするつもりだ。サイエンス誌に私の論文が載ったっていうことは知ってるわよね。なぜいきなり自慢を始めるのだ。その論文を読んだことは。おう、その号のサイエンス誌ならスキャンして取ってあるお。論文のタイトルは、側頭葉に蓄積された記憶に関する神経パルス信号の解析。側頭葉？神経パルス？あれ？オカリン知らなかったん？いや待て、からかうのはよせ。このタイトルは
物理学というより脳科学の分野では。脳科学専攻ですけど何か。いや、それはまあいいとして、それとタイムトラベルとどんな関係が。人間丸ごとのデータ化は無理でも、人間の記憶丸ごとのデータ化なら可能っていうこと。の引き出しの一つ一つには小さい箱がびっしり入ってるので、そのたくさんの箱の中にもさらに小さな小箱がいっぱい。そんな風に想像してもらえばいい。この研究単体だけじゃ岡部の言ったアイデアとは全然関係なさそうだけど、私の通ってる大学、ビクトル・コンドリア大学の精神生理学研究所がビジュアルリビルディング、略して VR 技術っていうのを何年か前に開発した。簡単に説明すると、ビデオカメラなんかの映像機器に映した風景の映像信号を神経パルス信号にコンバートする技術のこと。逆に神経パルスを普通の電気信号にコンバートすることもできる。で、この VR 技術と私たちの研究を組み合わせると、まさか人間の記憶のデータか。それだけじゃない。記憶の移植、バックアップ、外部保存、そういうことができるようになる。